確に作図されている。本絵図は、昭和40年代初期に、沼津市街在住の沼津藩士の子孫の方より、沼津市に寄贈があり、沼津市立駿河図書館、現沼津市立図書館に移されたものである。本絵図には、三の丸の北側に馬出し門が描かれているので、万延元年以後に作成されたものと推察される。沼津市史別編絵図集より抜粋。今回、沼津町中歴史マップ作成にあたっては、この絵図の画像を市立図書館から移管された明治資料館から提供を受け、詳細に検討した結果、国土地理院作成の沼津市基本図による地形地物と多くの部分で一致していることが判明した。この絵図が、平板測量などを厳格に実施し、極めて精緻な絵図として完成させたものと考えられる。